イーティスは、ベルギー出身の元サッカー選手、サッカー指導者。選手時代には1940年代と50年代にかけて、スタンダールリエージュなどに在籍。ベルギー代表としても1953年から1954年の間に、国際 A マッチ2試合に出場した。1958年にサークルブルッヘの選手権任監督を務め指導者の道へ進み、 翌く1959年からラシン・ロケレンの監督に就任。これを皮切りにベルギー国内の複数のクラブで監督を務めた。1976年にベルギー代表監督に就任すると、同国を率いて3度の FIFA フフワールドカップ出場、2度の UEFA 欧州選手権出場に導き、1980年の UEFA 欧州選手権 1980? 準優勝、1982年の FIFA フフワールドカップ、スペイン大会では前回優勝国のアルゼンチンを、開幕戦で下すバ番狂わせを見せ、1986年の FIFA フフワールドカップ、メキシコ大会では、同国最高成績となるベスト4進出などの結果を残した。1989年6月に監督を辞任するが、その8ヶ月後の1990年2月に監督に、 復帰。同年6月の FIFA フフワールドカップイタリア大会で指揮を取った後の1991年に監督業から引退した。ベルギー代表監督として114試合で指揮を取り、50勝27分37敗の記録を残している。2003年8月1日に故郷のアントウェルペンで死去80歳没。ありがとうございます。